イバー1988年にレースデビュー。ドイツのフォーミュラ3で活躍する。1991年からはツーリングカーレースにも参戦を開始。以降はツーリングカーレースをメインに参戦している。1991年から旧ドイツツーリングカー選手権に参戦しており、BMW のチームリンダーやオペルのイルムシャーに所属した後自身が立ち上げた。 エングストラーモータースポーツより、アルファロメオで1994年まで参戦した。1996年からは、ドイツツーリングカー選手権の代わりに開催された、ドイツスーパーツーリング選手権に参戦。アルファロメオ155をドライブする。BMW やプジョーなど競合チームが集まっていた、ため、やや苦しいシーズンを送るが、リタイアは少なく確実に完走を果たしている。 1998年は以前所属したイルムシャーから参戦することになりオペルベクトラをドライブ。翌年はシリーズ途中から再びエングストラースポーツから155で参戦した。エングストラードライブの2011年の BMW WTCC の日本戦で撮影。STW カップがこの年で消滅し、再び新しくなった。 ドイツツーリングカー選手権が2000年から開催されることになったが、エングストラーは参戦せず、ヨーロッパツーリングカー選手権にスポット参戦し、2007年からは世界ツーリングカー選手権に BMW で参戦を開始した。プライベートチームからの参戦のため苦戦を強いられていたが、2012年は他のワークスドライバーを抑えて初優勝を達成し、 この年はランキング8位となった。エングストラーは2014年まで世界ツーリングカー選手権に参戦した。ありがとうございます。